イト。12月に突入したということで、新しいマイクラのバージョンがリリースされました。待ってたぜ。今回の大型アップデートで色々と要素が追加されていますが、今回注目するのは洞窟アップデートです。ほわー。ということでこちらアップデート後の洞窟となっております。私の知っている洞窟じゃないんだけど、こんな規模が大きい洞窟は初めて見たぞ。アップデートにより、洞窟の規模がかなり大きくなっていますからね。ということで今回はこの洞窟を使った企画を行っていきます。ステージー。まんまだったー。ということで今回は主さん地底人です。地上に出ずにエンドラを倒すことが今回の目標です。地中暮らしのセブンにならないといけないの。まず心配されるのが食料かと思いますけど、それに関してはご安心を主さん。そうだよ、今回食料をどうすればいいの？まさかゾンビ肉がメイン食料とかやめてよ。それは大丈夫です。今回は鍾乳石が活躍してくれます。この素手でも取れた尖ったいしね。金人参にできます。なんでー。鍾乳石と金人参ってなんか似てませんか？尖ってるところだけでしょ、一緒の要素。だから鍾乳石から金人参を作れるようにしたってこと？そうですよ。あとで早々早速なんでもありだな。ということでまずは鍾乳石で食料確保しましょう、主さん。早速新しく追加された鍾乳洞をうまく使ってはいるけど、まさかこんな使い方をするとは思わなかったな。それで、今回は地上に出ちゃダメだから、まず最初に木材の確保に手こずりそうだったけど、ちょうど近くに廃坑がありましたね。とりあえず最初の壁である、木材と食料の確保は突破できるね。エンドラ討伐が目標ってことは、装備を整えて、ネザーに行く準備をしないといけないけど、それは全部この地下でできそうだな。エンドラを倒すための準備は、基本地下で済みますからね。難関となりそうな食料も全然問題ないし、意外と地底人生活いけそうだな。それじゃあ地底人クラフトシリーズやりますか？いやシリーズかまでは勘弁。まずは木材を確保して作業台を作るところからだ。あっ、原木あるじゃんか。廃坑を見つければ、実質地下に木があるようなものですからね。洞窟が大きくなった分、廃坑も見つけやすくなりましたかね。地下のスペースが全体的に広がるって考えたら、確かに発見しやすくなった感はあるね。実際企画開始早々廃坑見つかったし、この原木も私みたいな地下縛りプレイヤー用に用意してくれたのかな。すごいピンポイントでのサービスですね、それ。洞窟が広くなった分、スケルトンの矢も飛び交うようになるのかな。おっ、アメジスト。最新バージョン詰め込みセットみたいな場所だな、ここ。アメジストの部屋も発見しやすくなったようですね。だって今までの企画でアメジストの部屋って洞窟からはなかなか発見できなかったもんね。推し、ツルハシ作成完了。そして石のツールにグレードアップ。やっぱり廃坑を見つけるとサクサク進みますね。木材さえ見つければなんとでもなるからね。やっぱ木材って便利なんやなぁ。この鍾乳石って、自分で積み上げられるのかな？あっ、積み上げられるんだこれ。そしたらセルフ鍾乳洞とかもできるってことか。地下で建築する場合は結構使えそうですね。これってどこまで伸ばせるんだろう？無限に伸ばせるやつだわこれ。そしたら超巨大な鍾乳洞なんていうのもできちゃうってことか。建築の幅が広がりましたねこれは。地上だけじゃなくて、新たに地下も建築する場所になるのか。むしゃ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 。気持ちいい。そういえば主さん、洞窟の範囲は横だけでなく、高さも増えてるんですよ。座標がマイナスの場所にも洞窟ができるようになりました。座標がマイナス？座標がマイナスってもう奈落じゃんかそれ。マジでマイナスになってるやん。高さがマイナスなのにこんな普通に洞窟ってあるんだな。なんか不思議。ちなみに洞窟は深さマイナス64まで深くなったみたいですよ。そんな深いところまで行けるの？奈落のダメージ受けないそれ？奈落ダメージ受ける洞窟って行けないじゃないですか。平地の地上の高さがだいたい70ぐらいだから、今までの倍ぐらいの深さになったってこと？確かに、そういうことになりますね。めっちゃ洞窟でかくなってるじゃん。ってことはダイヤモンドとかが出てくる座標とかも変わるってこと？今までの深さは同じで、さらにこういう深いところでも採掘できるようになったみたいですよ。そしたらダイヤを探せる範囲が広くなったってことか。ブランチマイニングのやり方とかも新しくなるのか楽しみだね。作業を極めている人がどんな作業法を編み出すのか楽しみだ。次は廃坑を探索してみよう。廃坑の構造は今までとはそんなに変わってないかな？そうですね。迷路状になっていることに変化なしですね。変わったところは、生成される高さが低くなったことですかね。確かに、以前の廃坑ならもうちょい高いところにあったよね。だってここ高さほぼゼロのところだよ。以前まで岩盤があったところですね。相変わらず蜘蛛の巣も張り巡らされているね。ぐるっと見回してみたけど、廃坑自体は変化なしだけど、メインが石じゃなくて深層岩になってるから雰囲気がちょっと違うね。そしてこの超大きな空洞。これは洞窟の世界も冒険のしがいがありますね。地底人生活、意外といけるな。地底人生活シリーズやりますか？いやシリーズかまではいかないけどね。
ダイヤ発見しました、ペル隊長。やりましたね、主さん。最新バージョン初ダイヤです。高さは2、ギリギリマイナスの場所ではなかったか。そして1つしか出ていない。ダイヤモンド鉱石1つが散りばめられているスタイルに変わったのでしょうか。そしたら案外ダイヤ集め苦労しそうだけど大丈夫かな。ということで今度は高さマイナス48まで来てみました。めっちゃ深くまで来れるんだね。これは炭鉱夫の血が騒ぎますかね。騒ぎまくってるぜー。ダイヤ発見しました、ペル隊長。こんな高さマイナス50ぐらいの場所でもダイヤ取れるってことは、ダイヤの生息地範囲めっちゃ広くなってないか。以前までは高さ0から16で、今回のアップデで高さ64分追加されたと考えると、単純に生息範囲が4倍に広がったってことですか。洞窟革命じゃんこれ。これ今後のアップデでダイヤよりもレアで、高さがマイナスじゃないと取れないみたいな鉱石現れそうじゃない。確かにこれだけ洞窟が大きくなったら、新しい鉱石がまた追加されそうですね。それか僕らで新しい鉱石をいち早く実装します。ベル君パワー発動する気満々じゃん。金鉱石の中にダイヤモンド紛れ込んでた。ダイヤの生息範囲が広がったから見つけにくくなったのかと思いきや、むしろ楽に見つけやすくなってるよこれ。そしてちゃんと塊で取れる。洞窟の深さが変わったということは、マグマだまりの深さも変わったってことか。このマグマどこまで地底深く追放されたん。ということでネザーに行ってみよう。ちなみに高さマイナスでネザーに行くとどうなるんだろう。ネザーにも高さマイナスの概念あるんですかね。なかったらマグマの海の中からスタートとかなのでしょうか。積んでるじゃんかそれ。いつも通りスポーンしました。そりゃそうだよね。マグマの海スタートをちょっと期待してたんですけどね。そしたら早急に問い合わせするわ、ペル君に。僕に問い合わせても何も起きないですって。ネザーは今までと特に変化ないっぽいね。今回の大型アップデでは、特にネザーに関する情報はないですからね。ネザーにもそのうち巨大洞窟実装されるのかな？え、待って、私気づいちゃった。今回、地上に行くのすら禁止なんでしょ？そうです。遺跡を探すときも地中から探さないといけないの？そういうことになります。え、それってめっちゃヤバくない？地底人縛りって案外いけるとか言ってたけど、全然いけないわこれヤバい。今回地下をひたすら永遠に掘り進めて遺跡探す感じですか、ペル隊長。それでは表の世界に戻りましょうか。え、まだネザー要塞発見できてないけど。表の世界に戻りましょうか。わかりました、ペル隊長。今回、鍾乳石が活躍するって冒頭に言いましたけど、金人参だけじゃないんですよね。まだペル君のからくりがあったのか。今度は鍾乳石ブロックを使ってクラフトしてみましょう。鍾乳洞使い倒すじゃん今回。新しいものはどんどん使っていきたいタイプなので。でも使い方が独特すぎるけどね。真ん中に金インウォット、その周りに鍾乳石ブロックを置いてクラフトすると。いやー出てきちゃった知識の本。これが今回何に変貌したんだ。おーっと、これはまさか構造物を作るラッキーブロックです。そういうことだったのか。このラッキーブロックからはネザー要塞や遺跡などといったいろいろな構造物を出すことができるラッキーブロックです。だから地底人でも遺跡からエンドに行けるというわけです。取りまくって遺跡探しとかいう苦労をやらずに済みました。しかもこのラッキーブロックから出てくる構造物にあるチェストヤバいんだよな。そっか、金人参あるからわざわざリンゴいらないわ。ということで主さん、わかりましたか。これが鍾乳石の使い方です。いや絶対普通の使い方じゃないから。これ構造物が出てくるラッキーブロックを実装したもう一つの理由が、洞窟の大きさを表現するのにも使えるかなと思ったからです。こういう規模が大きい洞窟の中でエンドシップを出しても全然収まっちゃってるんです。確かに以前のバージョンだとこんな地下でラッキーブロック壊したら構造物が地下で埋もれちゃいそうだもんな。そう考えるといかに洞窟がでかくなったかってわかるな。っていうか大きさを表現するためにエンドシップ使ったのペル君が初めてでしょ。これからはエンドシップ何個分っていうが基準になりますから。変な基準作らなくていいから。それじゃあネザー要塞を呼ぼうか。構造物の周りがブロックで埋められていたら、そのブロックを消して無理やり構造物作るスタイルなんですね。早速新しい洞窟荒らしまくってるじゃん私ら。よし、ブレイズロッド確保完了。次は遺跡を出しましょうか。でかすぎだろ。アップデートで洞窟が広くなるのは知ってたんだけど、想像の7倍は広かった。もはやモッドによる別の世界なんじゃないかと疑うレベルなんだけど。正真正銘バニラのマイクラです主さん。今回データパックは入れていますけど、モッドは入れてませんからね。マイクラも進化していくんだな。私も進化しないとな。それはただの変化なのでは。エンドのアップデートはどうなってるかな？エンドにも巨大洞窟が実装されているのでしょうか？いや、エンドにはもともと洞窟ないですね。エ
エンドは特に異常なしみたいです。エンドラの攻撃方法が変わったとか、そういうアップデートもないかな？エンドラのアップデート報告はないですね。むしろエンドラのアップできてほしいぐらいだけどね。なんか今回エイムの調子がいいぞ。お主さんのエイムもアップデートされましたかね？お待たせしました。セブンにもアップデートが入ったようです。何か新しい姿でも追加されたんですか？そうだねー。ギアセブンなんていうのはどうですか？いや。ということで、今回は巨大化した洞窟を大冒険しました。地底人生活、意外とありだったね。じゃあ地底人100日生活ということで。待ってください。